高校3年の夏、森山凛は俺の前に現れた。突然転校してきたあいつは、自分の夢を叶えるためにどこまでもまっすぐ突っ走り、犠牲になるのはいつも俺だった。でも俺は知っている。凛がその小さな体で、まるで一生分の命を生きるかのように、ひと夏を駆け抜け夢を叶えることを。俺は半年後の未来からここに戻ってきた。やるべきことはただ一つ、凛に告げた最後の一言だけをなかったことにする。ただそのために。けどそんなに食えんのか。だって肉まんってこんなあれこれ種類あるなんて知らなかったんだもん。だからって全部買ってどうすんだよ。ねえ、このまま行ったら稲葉大学あるんだよね。ああ、でもだいぶ先だよ。行ってみない？は？行こうよ。いや、お前何時だと思ってんだよ。行こうよ。分かったよ。じゃあバス停まで戻るか。違う違う、歩いていくの。そっちの方が面白いじゃん。また凛のバカが始まった。うん、行くぞ。ああ、文化祭ライブ最高だった。もう思い残すことない。何、人生の終わりみたいなこと言ってんだよ。俺たちのバンドこれからなんだからな。大学ってこんなか。ねえ、サトシ君。ん？絶対に合格してね。え？なんだよ急に。ん？サトシ君とここ通えたらきっと楽しいだろうなって。うん。おい、どうした？大丈夫か？なんかちょっと疲れちゃったかな。あんだけステージで飛び跳ねてたやつが。帰りはバスだね。おう。おいおいおい、おい、リン、リン、おい、リン、大丈夫か。リン、リン。サトシ君、私、サトシ君やみんなに会えてよかった。たった3ヶ月だったけど一生分楽しかった。治療よりも学校を選んで本当に良かったと思ってる。待てって、なんでそんなこれで最後みたいなこと言うんだよ。だって私もう死んじゃうから。
私ね、もうびっくりするくらい心残りないの。まあこの3ヶ月ずっと好き勝手してきたんだから当然だよね。ねえサトシくん、これね、最後のわがままなんだけど、バンド続けて。そうしてくれると私は嬉しい。リン、俺お前のことが好きだよ。なんで？なんでそんなこと言うの？私は君のこと仲間として本当に大切だって、だからずっとそう思っていようって。なのに、なんで最後になってそんなこと言うの？いや、俺は出てって。お願いだから出てって。ごめんって いつまでそうしてるつもりなの？2ヶ月も学校来ないで。森山さんの体は治療の方法がなかったの。心臓移植を終えて北高への転入が決まってすぐ、そのことは分かってた。でもね、あの子は自分から延命治療を拒んで私たちとの学校生活を選んだのよ。ちゃんと話聞きなさいよ。
ずっとそれ聞いてたんだ。森山さんのご両親からあなたに渡してほしいって、亡くなる間際に懸命に書いたものだって。森山さんはね、もういないのよ。何なんだ。見つかっちゃった？今アニマート弾いてたよね。私も大ファンなんだ、アニマート。アニマートってバンド。あの日だ。お前が歌ってたのもアニマートのアレンジだろ。ああ、いや、曲調はそんな感じなんだけど、よくわかんないんだ。まだ小さい頃、ふっと出てきたメロディーで。まあ、この曲を探したおかげでアニマートと運命の出会いがあったんだけどね。でも君、ギター超うまいね。あれ？このバッグ、北高のだよね。私も明日から北高なんだ。アニマートみたいに文化祭でライブやるために転校してきたんだ。あ、待ってよ。おい、ギターどうすんの？あの日だ。何なんだこれ、夢か。夢じゃない。
半年前に戻ってる。もしかしてここからやり直せるってことか。お前のことが好きだよ。なんで最後になってそんなこと言うの。そうか、あの一言をなかったことにする。あの夏をもう一度やり直せば、凛の悲しい顔を見ることもない。あ、そうか、俺はそのために戻ってきたのか。リンと俺の二度目の夏は始まった。リンは転校してくると俺を見つけ満面の笑みを浮かべた。でもどれだけしつこくバンドの結成をせがまれても、今度は絶対に。ねえ、バンドやろ、バンドやろうよ。ねえやろ、ねえやろうよ。ねえ、いい加減にして。転校してくるなり何なのあなた。正直言って迷惑だわ。森山凛さんよね。そうだよ。私生徒会長やっている菅野英子ですけど、あなたこの学校がバンド活動禁止だってことは知らないのね。え、アニマートの出身校なのに、あの伝説の文化祭ライブやったとこなのに。出身校だからよ。え、あのね、あのバンドが有名になりすぎてこの学校は一時期荒れたから。荒れたって。彼らがなぜかあっという間に解散したせいで、この北高に後追いバンドが次々できるわ、マスコミは殺到するわ、おかしなファンまで訪ねてくるわで大変だったの。だから10年前からずっとここではバンド活動は絶対禁止。分かった。何それ、私文化祭でアニマートみたいなライブやるためにここに来たのに。は？よしね、職員室行こう。バンドやらせてくださいって直談判だよ。行こう行こう。触るなって。ごめんね。ちょっと篠原くん。最悪だ。一度目はこんなことは起こらなかった。俺はずっと凛が楽しみにしていた学校生活の始まりをぶち壊した。でも俺なんかと関わらなきゃあの病室の一言もない。だから今度はお前と仲良くなったりしない。バンドなんかやらない。はい、これ昨日の忘れ物だよ。届けてあげたんだから私と一緒にバンド組んでよね。バンド組んでくれるまでギターは返さないよ。いいよ、もうギターは弾かない。なんだったらここで壊しちゃっていい。ダメだよ、ダメだよ。お前は何のことか分かんないんだろうけどな、俺はまた今日みたいにお前を傷つけるよ。だからもう関わらない方がいい。お願いだから出て行ってくれ。じゃあ私も君にはよくわからない話をするよ。私河原で言ったよね、
まだ小さい頃ふっと口をついて出てきてずっと残ってるって曲、あの曲のおかげで私元気もらえたんだ。君のギターはなんとなくそれにぴったりのような気がするの。だからあの時ギターは君しかいないってそう思ったんだよ。アニマートが生まれた街でいきなりそんな人と出会えて、なんと転校の日に同じクラスだと分かってどれだけ嬉しかったか。だから私は何が何でも君を仲間にする。分かった。代わりのギターが見つかるまでだったら。本当に？どうしたんだ。一度目とは違う。凛が訪ねてくるなんてなかったし、凛から聞く話も初めてだった。もしかしてサトシ？どうも。すっげえ久しぶりじゃん。あ、アニマートだ。感想だけでわかるんだ。だってここのギターのフレーズ最高だし、この後のボーカルがまた泣けるんだよね。だいたい覆面バンドのまんまたった2年で突然解散しちゃうなんてかっこよすぎだもん。ようやく仲間が見つかったか。え？でさ、サトシはうちでギター買ったんだよ。でアニマートへの憧れだけで北高がバンド禁止だってのも知らずに進学して、で最近は勉強に追われてるとかで。じゃあさ、とにかく一回歌聞かせてよ。は？でもまだ一回も一緒にやったことないんですって。んじゃあなおさらやってみろよ。そんで代わりのギター探せとか意味わからん。何やろっか。じゃあさっきの遠距離恋愛は？え？できんだ。どんなに遠く離れても変わらない愛を証明せよ。何代が二人の空赤く染め上げる。自分たちだけは絶対に大丈夫。根拠なき自信は壊滅させよう。手のひらに地球儀を、その距離を支配せよ。遠距離恋愛爆撃ミサイル、カブン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 、カブン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 。いつの間にか一度目に戻っている。俺はまた凛のためにギターを弾いている。代わりのギターなんていらねえじゃん。たった3枚？私は17枚だよ。お前みたいに知らない人んち行ってチケット売りつけるなんてできねえよ。つかなんだよ、いきなりライブって。榎本楽器の店長さんが、サトシ君はぐちぐちそう言って本番に挑もうとしないから最初に大恥かかせようって。ねえ、ここ初めてだよね。あ、はい。さっきリハ聞いたけど、ギターとボーカルのユニットでアニマートやるなんてなかなかじゃん。ねえ。あ、七種のゴンベだっけ？はい。一応確認なんだけど、お前ら北高生じゃないよな？いやいやいや、いやいやいや。違いますけど。ならいいんだけど、あそこ生活指導の教師でうるさいのがいてな、しょっちゅう見回りに来ちゃ、客に北高生がいるってだけで大騒ぎになるんだよ。ああ。
行くよ。いいのか、ここで俺が引いてしまったらきっとまた俺は凛から離れることができなくなる。掴みたくて錆びた鉄格子揺らしてみた。どうして僕らはここにいるの。背中の翼閉じたまま好きなように切ればいいんだ。君らしくいればいい。ここまで来たら一度目と同じようにしよう。じゃないと文化祭のライブで歌うという凛の未来が違うものになってしまう。ここだ。冷たい机に突っ伏したまま虚しさを埋める頬論より虹のありかが知りたくて好きなように着ればいいんだ。君らしくいなきゃダメだ。森山さん、あなたのことは転入手続きの際に説明を受けています。試験の成績も驚くほど優秀でした。でも決められたルールを破っていい理由にはなりません。学校は勉強だけではなく、そういうことを学ぶ場でもあります。将来のためにも周りと協調することを学びなさい。その将来という言葉を凛はどんな思いで聞いていたのだろう。でもそろそろ助けが入るはずだ。先生さ、なんか前よりずいぶん固くなってない？だから早く結婚しときなって言ったのに。あなた、ちょっとゆうさん、あんたが大丈夫だって言ったから出したの。ごめんごめん。でチケット何枚飛んだ？諭吉10枚で足りる？いや8枚で十分ですけど。じゃあ残りは迷惑料ってことで。はい、すいません。あなたがこの2人をそそのかしたんですか？人聞き悪いな。ちょっと協力しただけですよ。ほらお前らも帰っていいよ。この人私の昔の担任だから話つけとく。ま、今日のライブ進めたのは私だしね。あ、でも8万はちゃんと返すよ。ほらとっとと行かないとリスつくぞ。行こう。はい、失礼します。ああ怖かった。でも楽しかった。ほんのちょっとだったけど最高だったね、ライブ。サトシ君、私ねずっと人を悲しませることしかできなかったんだ。
え？拡張型心筋症って知ってる？拡張型心筋症？私それだったの。ずっと心臓移植を待って何年も病室から出られなかった。だからやっと心臓移植が成功して学校通えるってなった時すっごく嬉しかった。今日のライブお客さんみんな楽しんでくれてた。あんなに飛び跳ねてすごい拍手だった。私最高に幸せだった。サトシ君のおかげだね。もう代わりのギター探すなんて言えねえな。え？それってずっとやってくれるってこと？おう。やったー！うわー！やったー！やった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 。これで一度目の流れに戻った。俺は一度目の俺を演じる。凛の夢を叶える。そして病室でのあの一言だけは絶対に言わない。それでいいんだ。おう、ひょっとして俺たちイケてんのかな。それがね。ん？うわ、なんだこれ。嫌がらせか。うわ、2時間おきに送ってきてんじゃん。多分北高生だよこの人。お、なんでわかんの？特定したの。ツイッターやブログの内容全部漁ってね。すごい。どこが最低か聞いてみなきゃ。教員姫子。すげえ名前だな。どうやら生活リズムぐちゃぐちゃでフリーライフを送ってる人みたい。学校にもめったに来ないらしいよ。うん。え、ねえ、あのメール君だよね。は、何が最低なのかな、教えてくれる？俺たちそこまで最低じゃないと思うんだけど。違います。あれは私が最低という意味で。え？この前のあなたたちのライブすごくかっこよくて、でもこんな学校にも来てない最低な私なんか絶対ダメだろうなって。特技はドラムだよね。となるとあとはベースだな。ベース探しは急いだ方がいいぞ。ドラムと一緒でバンドの肝だし、そのくせ人口少ないから。優秀なベーシストは変態。変態を探そう。それ偏見だぞ。それなら。え？誰？3組の石田六郎。北高きっての変わり者で有名なやつだ。確かに変態っぽい。あのん？あなたたちのライブに来てました。え？それに中学校の時変態を。嘘！ベース？採用！ねえ、今日から君がベースね。おいおいおい、待て待て待て。だって
指先すっごい器用だよ。変態だし。いやいや、ベースというのはベースギターのことかな。うん、やったことあるんだよね。あれは指の皮が熱くなる。指先の感覚が変わると作品作りに影響する。残念だがお断りする。大体僕今こいつから目が離せないんだ。コンクールが近いんでね。何してるのあなたたち。うわ、出た。あら、歌教員さん。え、あなたこんな連中と遊んでて大丈夫なの？これ以上休んだら即留年決定だって分かってる？あのちょっと、うちのドラムをいじめないでよ。ドラム、へえ、やっぱりダメな人間はダメな人間同士でつるむんだ。会長、何か用かな。ちょっと待ってて。ねえ、あなたたちのお遊びに石田君まで巻き込むつもり？遊びなんかじゃないよ。彼は芸術面での実績もあるし、学校からその活動を認められてる人物なの。真面目にやってる人を邪魔しないことね。何よ。もうあと少しで仲間にできたのに。それはねえよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。無理だって、こんな昨日の今日で。そんなことない、絶対石田君を説得するよ。あ、先生。ちょっと三人、こっち来なさい。え？石田君の作品に何か心当たりは？心当たりって？亡くなったの、あの竜の彫刻。え？ほう、しらじらしい。昨日、私と石田君がここを出て行った後、あなたたちが隠したんじゃないの？なんでそんなこと？作品がなくなれば勧誘もしやすくなるなんて考えたんじゃない？ひどい、言いがかりだよそんなの。布施先生。はい。あの、ひょっとしてそれ私が。え？心当たりがあるんですか？今日ここの不要なものを捨ててくれるようにと美術の秋山先生から言われて、もしかしたらそのガラクタの中に紛れ込んでたんじゃないかと。そんなはずない、ちゃんと張り紙してあったのに。ええ、ですからその箱は別にしておきましたよ。違いますよこれは。いやだって、ほら。え、なんでこんなものに？張り紙が別の箱に貼り替えられて、彫刻の方は捨てられてしまったということですか？待って、追いかければまだ間に合うんじゃない？ゴミ収集車が来たのは午前中だから、もう集積場に着いてしまってるな。だからその集積場に行って探せば見つかるかも。もう、どうせあれはコンクールなんかに出しても相手にされない。ここのところずっとそうだったから。え？本当はあの作品がなくなってしまって少しホッとしてるんだ。正直なところあれで入賞できるなんて思ってなかったから。でももう放っておいてくれ。そんなに気を使われても僕はバンドメンバーになるつもりだ。それは今関係ない。いい？入賞できなくたってあの作品はずっと残るんだよ。もし君が明日死んでもずっとずっと残っていくものなんだよ。さあ、サトシ君、行くよ。俺たちのバンドが生まれるためには六郎の彫刻を見つけなければならない。あの、助っ人もちゃんと来てくれた。Thank you.
おい、あんたら、そろそろやめときなって。すいません、あともう少しだけ。たくも、すいません。ありがとうございます。おかしい、もうとっくに見つかってるはずなのに。完全に不意打ちだった。よかった。こんなことは一度目の夏にはなかった。ごめん、ちょっとはしゃぎすぎちゃったかな。あ、いや違くて。これ頭だけです。嘘、残りはこの辺にあるよ。探そう。助かった、一度目の流れに戻った。コンクールにはもう出せないけど。いや、これで出店する。正気かよ。僕は今まで賞なんてものにこだわりすぎてた。独りよがりな作品はこれで最後にするつもりだ。いかがかな。決まり、やっぱベースは変態に限るね。ん？天才？乾杯。乾杯。乾杯。はい、メンバーが4人揃ったところで重大なお話があります。今日ここでバンド名を決めるよ。まだ決まってなかったのかい。というかバンド名は私がもう考えてるから。なんて読んだよ。あ、プリメンバー？違う、プライメンバーだよ。最高のメンバーってこと。なんかダサくね。プリメンと略されてしまいそうだね。お尻みたいです。ひどいよ、ずっと昔から温めてきたのに。温めすぎて腐ってんぞそれ。だったらみんなはどんな名前思いつくの？ミラクル4とか。イマジネーションズ。
茜色の空に風を吹かせる者たちっていうのは。こうして俺たちはまたプライメンバーになることができた。かきょうい、どうだ。ここまではなんとか一度目と同じだ。あとは俺が前の通り振る舞ってあの一言を言わないようにするだけだ。みんな聞いて、ちょっと聞いて。文化祭でのライブとなるとやっぱ5曲はやらないとね。そうだな。私は全曲アニマートでもいいんだけど。それじゃあ単なるコピーバンドだ。僕は賛成できないな。アニマートはせいぜい2曲、あとは自分たちの曲じゃないとね。オリジナルいいですね。オリジナルか。1曲はあるじゃん。え？ほら、凛の中にずっとあるっていう例のやつ、曲にすればいいじゃん。あれを？おいおい、君たちだけで分かる会話はやめてくれるかな。みんなに聞かせてやれよ。ララ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 ラ時間がいつまでも続いてほしい。でも俺は知っている。リンとの二度目の夏も必ず終わりが来ることを。本当はこれツインボーカルでやりたいんだけどな。それじゃあ。冗談じゃないよ、俺は打たなきゃパスだ。それなら諦めるけど。この調子で夏休み入ったらガンガン練習するからね。あ、今度の期末テスト大丈夫だよね。赤点取ったら夏休み中歩行で練習できないんだからね。ない、よし。え、よかった、よかった、本当よかった。凛と姫子の成績はもう分かっていた。でもこれまで一度として学年トップの座を明け渡したことのない会長が大きく順位を落としたのは二度目でもやっぱりショックだった。気になるんだ。ん？会長のことよく見てるよね。いや、なんかちょっと俺たちのことで落ち込んでるみたいだからさ。私たちのこと？ほら、六郎の竜の事件の時俺たちを犯人扱いしたろ。
そっか。前はこんな会話なんてなかった。何かが少しずつ変わってきている。でも俺は一度目と同じようにするだけだ。そして俺たちプライメンバーの二度目の夏休みは始まった。なあ会長にさ、俺たちの演奏一発聞かせてやんない？なんかスカッとするやつ。え、嫌がらせにしかならないと思うけどな。火に油を注ぐということもあるのでは。うん、けどなんか音楽ってああいうやつのためにあるんじゃないかなって思うんだよな。たった一人に響かなくて、たくさんの人に響くかな。まあ、あいつとは小中高ずっと一緒だったからさ、なんかへこんでると目覚め悪いんだよ。けど私たちの演奏聞いてくれるでしょうか。なんとかする。トイレ。サトシ君さ、会長のこと好きなの？は？何言ってんだよお前。また記憶にない凛の言葉だ。そして見せたことのない表情。もう間違いない。あのゴミ処理場で凛を押し返して以来、凛の気持ちの何かが一度目とは変わってきている。いらっしゃい。どういうつもり、こんなところに呼び出して。何なのあなたたち。会長に俺たちの演奏を聞いてもらおうと思ってさ。耳が腐る。会長さ、なんだか最近元気ないから気晴らしも兼ねて聞いてみてよ。なんで私なんかに気使うのよ。本当はね、石田君の作品ダメにしたの私なの。あなたたちが毎日通うって言うから待ってようと思って、あの部屋入ったら。ちゃんと貼り直したつもりだったんだけど、よく確認せずに。ごめんなさい。会長。でもそのおかげで石田君は吹っ切れたし、私たちのバンドはメンバーが集まったよ。
あなたたちが気にしないと言ってくれても、私が私を許せないの。なら会長のミスが何を生んだか教えてやるよ。それはきっと文化祭でやりたいわけ？うん、やるよ絶対。どうせゲリラ的に決行すればとか思ってるんじゃない？だって許可なんか下りないだろ。なんで諦めるかな。やり方が悪いの。何でもかんでも勢いだけでどうにかなるはずがないでしょ。協力してあげるわ。だからあなたたちが文化祭でライブをできるよう手を貸してあげると言ってるの。なんか文句でもある？店長がフェスのバイトの話を持ってきたのは一度目と同じ夏休みも半分過ぎた頃だった。アニマートはなんで解散しちゃったのかな。それがかっこいいって言ってたんじゃなかったの。やっぱりメンバーの中でいろいろあったのかな。いい？遊びに来たんじゃないからね。勉強と練習、スケジュールびっちりだからね。おいこら、目的はバイトだぞ。バイト、ライブのチケット代誰から借りてんのか忘れんなよ。はい。問題違う。あ、ちなみにこっちの問題も違う。やり直し。んだよ。できたよ。よし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 。夏はそうめんだよね。夏はそうめんなんだよ。流れは一度目に戻った。でもなんかおかしい。凛の気持ちが少しずつ変わってきている。凛は笑顔のままこの二度目の夏を駆け抜けるんだ。俺はそのために戻ってきたのだから。いや、なんであんな小さいのが面白いんだ。芸術と青春は爆発だ。
どうしたかな。ボーカルとギターが今一つずれてるようだが。ごめん、ちょっと休憩。その夜、俺は一度目と同じように外に出た。本当なら途中で凛と出くわし、二人で話しながら合宿所に帰るはずだった。でも会うことはなかった。篠原君と何かあった？明らかに様子がおかしくない？そうかな、普通に仲いいと思うけど。例えばなんだけど、あなたが篠原くんに告白して振られたとか。え、なんで私がサトシくんに告白したりするの？だって好きでしょ、篠原くんのこと。うん、好きだよ。だってバンドの仲間だもん。じゃなくて異性として好きかどうかを聞いてるの。じゃあ違う。あなたでもそんな嘘つけるんだ。嘘じゃないよ。私はサトシ君のこと好きだけど、そういうんじゃない。ならどうしてあんな空気になってるのかな。知らない。おかしいのはサトシ君だ。おかしいのは俺か。凛との夏をやり直して一度目の過ちを消すためにこうして戻ってきた。でも前の通り振る舞おうとすればするほど俺の態度はおかしくなって、凛の笑顔が消えていく。凛が笑った3ヶ月をそのままに、あの一言だけをなかったことにする。俺がやるべきことはそれだけなのに、残された時間が長くないことを知りながら精一杯生きようとしている凛に、俺は一体なんてことをしている。どうしたのかな。ん？なんでもないよ。人がなんでもないというとき、それはなんでもなくないからなんだけどね。よかった。一度目の流れに戻ってくれた。凛も前のままだ。頼む。これがこのまま続いてくれ。どうしたの？二人ともすぐ来てくれる。メインのバンドがまだ到着してないのよ。え？ここに来る途中でトラックが事故を起こして大渋滞が起きてるんですって。運営員の中にね、私たちの練習聞いてた人がいるのよ。嘘だろ。みんな大丈夫ね、落ち着いて。それじゃあ行こっか。はい、大変だ。
白黒いざ参る。これで全部一度目の通りだ。よかった。準備は整ったわよ。失礼します。先生、生徒会長兼文化祭実行委員として提案があります。失礼しました。え、会長。会長、ねえ会長。よし、はい、いくよ、せーの、プライメンバー。よし。あのフェスとかに連れて行ったのあなたなんですってね。なぜそこまでしてあの子たちに手を貸すんです。連中の頑張りが本物だって先生だって知ってんでしょ。でも万が一10年前のような騒ぎにでもなったらあなたたちのことまでまた蒸し返されて。先生、もうさ、私はあいつのこと守るために憎まれ役勝手出なくたっていいんですよ。いよいよ明日だ。ねえ、やっぱりこれツインボーカルでやりたいんだけど。いやだから俺は。あのトラウマには勝てないわよね。何トラウマって。話してなかったかしら、篠原くん中学の時ね。おい、クラス対抗の合唱コンクールでみんなに頼むからって頭下げられて一人だけ口パクになったの。嘘。それは悲しい過去だな。お察しします。だから諦めて、それより
明日はドット観客が押し寄せるわよ。この夏の成果見せつけるライブ頼むわよ。ちょっとトイレ。あ、店長が差し入れ持ってきてくれるって。ああ、分かった、見てくれよ。篠原。花園だ。頼む、あと一日なんだ。何も起こらないでくれ。ちょっとさ、今いい？悪い、今急いでんだよ。そんな時間取らせないからさ。何？あのさ、私ら付き合わない？は？なんで？なんでって、私篠原のこと好きになっちゃったみたいなんだ。最近なんか急に大人っぽくなってちょっといいなって。いや悪いけど。ちょい待ち、決めるの早すぎない？いやだから付き合えないって。なんで？なんで？俺好きなやついるから。その好きなやつってさ、もしかして凛ちゃん？なわけないだろ、バカか。そんな怒んなくたっていいじゃん。分かったよ。おい、何覗いてんだよ。やっぱり好きな人いたんだね。あ、私ちょっとコンビニ行ってくるね。おい。ここに来て一度目とすっかり変わってしまっている。もしかして凛は俺のことを？何バカなこと考えてんだ。今はただ明日のライブを成功させるだけだ。凛はもうすぐ。しちゃったの？全然ダメじゃない、特にボーカル。あれ変だな、なんか調子出ないな。ごめん、ちょっと一人で練習させて。みんな先に行ってて。本番まであと1時間だからね。まだ来ないの？君が森山凛を迎えに行ってくれ。なんで俺が？君しかいないだろ。
店長。お前さ、なんであそこで好きじゃないとか言っちゃうかな。なんで見てたんですか。昨日ここ来た時偶然な。なんでそんな固くななんだ。高校生ってさ、そんなウブだっけ。忘れちゃったな、昔の話だから。お前らが羨ましいよ。お前らには未来がある。ずっと続けていけるんだもんな。無理なんです、それが。屋上で歌ってる声がしたな。探したぞ。おかしいの、変なんだよ。歌おうとしても胸が疲れて全然楽しくないの。苦しくて痛くて。お前に言っておかないといけないことがある。俺、好きなやつなんていねえよ。でも花園さんに。いや、あれはお前も見てたんだろ。しつこいんだよあいつ。だから突っ跳ねるための出まかせだよあんなの。そっか。俺さ、お前のことすっげえ大切だ。ずっとくすぶってたんだよ。やりたいことやる勇気もなくて、このままそういうのを押し殺して適当に大学行って適当に就職してただ生きてくんだろうなって思ってたけど、お前に会えた。お前といろいろむちゃくちゃやって俺はすっげー幸せだった。楽しかった。俺がどれだけお前を大事に思ってるか、多分
俺がどれだけ音楽極めたって伝えきれねえよ。何それ。だから俺にとってお前とのライブ以上に大事なものなんてこの世にねえってことだよ。そんなこと言われても私今歌えない。2番、篠原さとし、歌います。青葉もゆう頃かに集いし我ら胸を張り、いざたたえん若き命を。ひどいよ、何その歌。やめてって。うるせえ。笑わせないで。ああ、初めてのライブで俺が固まった時お前が引っ張ってくれた。だから今日は俺が凛を引っ張る。そんなに音痴なのに。バカ、ギターでだよ。お前言ってたよな、ずっと心の中にあったあの曲、あの曲のおかげで元気もらえたって。そんで俺のギターはあの曲にぴったりなんだって。だから今日はお前のためにギターを弾く。お前がいつもみたいに元気になるようにすっげえいいギター弾いてやる。いけるか。うん、多分大丈夫。多分ってなんだよ。だってでもきっと大丈夫。サトシ君が一緒なら何だってできる。おう。リン、お前の夢は二度目もまたちゃんと叶うよ。一曲目、リンの曲でいこう。最初から全開でいくよ。セミシグレライダーズ。走り出した青い夏が僕らを探す。
リン。なあ、リン。二度目の夏で、もっとわかった。それは、絶対に口にしてはいけない言葉。伝えてはいけない気持ち。でもリン、俺はお前のことが好きだよ。不器用な君の優しさをずっとずっと忘れない。大丈夫、さとしくん、本当はね、卒業式くらいまで時間があるはずだったんだけど、ちょっとはしゃぎすぎちゃったかな。うん、私、さとしくんやみんなに会えてよかった。たった3ヶ月だったけど、一生分楽しかった。リン、治療よりも学校を選んで本当に良かったと思ってる。待てって。なんでそんな、これで最後みたいなこと言うんだよ。だって私もう死んじゃうから。私ね、もうびっくりするくらい心残りないの。まあこれだけ好き勝手してきたんだから当たり前なんだけど。ねえさとしくん、これね、最後のわがままなんだけど、バンド続けて。そうしてくれると私は嬉しい。青葉も有効の丘に
集いし我ら胸を張り、いざたたえん若き命を。お前のおかげで少しは歌うまくなったかもな。なら安心だ。なんだか久しぶりに笑った。何言ってんだよ、ずっと笑ってたやつが。そうだっけ。そうだよ、アニマート、アニマートっていつも元気いっぱいで、それがリンだろ。サトシ君がいてくれたからだね。なんだか疲れちゃった。おう、もう寝た方がいい。さとしくん。ん？私ね、私やっぱりなんでもない。私くん、約束だよ。バンド。おう、任せとけって。雪。戻ってきた。
夢なんかじゃなかった。ちゃんとうまくいった。同じ気持ちってなんだ。なあ、リン、聞かせてくれないか。なあ、聞かせてくれよ。でもこれだけは分かっている。凛の願いは、俺たちが、前に進んでいくことだって。先生、先生のおかげで私ずっとそっとしといてもらえた。覆面バンドなんて気取ってたのがさ、卒業してたった2年であんなことになって、正体暴こうってマスコミやらファンやらが学校を仕掛けてきてさ、先生が守ってくれなかったらどうなってたか。無理させちゃったよね。私たちのことさ、一番応援してくれてた先生がバンド絶対禁止って一番の悪役だもんね。でも彼のギターはかっこよかった。あなたの歌もとても素敵だった。いつになったらさ、あいつに追いつけんのかね。突然事故に遭ってさ、意識失う前に勝手に告白してきてさ、自分で作ったバンドを置き去りにしていっちゃったあのバカ。私はずっとそこから前に進ませなかった、あの音楽バカに。どうやったら追いつけんのかね。でもさ、あいつらがあんな頑張ってるの見てたら、私もなんとかしなきゃなーって。いきなりこんなところに呼び出してとうとうおかしくなった。一体何かな。何でもないはやめてくれよ。あの、バンドやろう。
夏の終わりに君と笑えた。この奇跡をきっと忘れないよ。ああ歌声空へ響け。梅雨が明け空は晴れ、セミの音が聞こえ出す。河川敷響く声、奇跡を